消化終了公演、発話を始めます。ご覧ください。おみつさん、おたけさん、おはよう。ねえ、聞いて。昨日の晩、ケサランパサランを捕まえたんだ。ケサランパ？ケサランパサラン、妖怪だよ。妖怪？妖怪を捕まえたのかい？はい。どんな妖怪さ？だから、ケサランパサランさ、知らないの？知らないね。どんなやつ？今から見せるよ。この中に入ってんのかい？はい。悪さはしない。心配ないよ。妖怪なのに可愛いんだ。さあ、開けるよ。あれ？いない。何さ、何にも入ってないじゃないか。騙したね。違うよ。本当に捕まえてこんな中に入れたんだから。今朝も開けてみたらいたのに、騙したんじゃないよ。だいたいこんなちっちゃな箱に入る妖怪ってどんな妖怪だい？このくらいで、鳥の羽が固まったようなやつ、ふわふわ動くのさ。ああ、びっくりして損した。おかしいな、どうやって逃げたんだろう。それよりね、今日は初馬でしょ。手習い終わったら、昼から一緒にお稲荷さんに行こうよ。初馬って何？初馬知らないの？はてな。2月最初の馬の日さ、お稲荷さんで初馬の祭りがあるんですよ。ああ、お稲荷さんのお祭りね。どう？行こうよ。ガッテンよ。本当に驚いたよ。俺も驚いたよ。おやおや、おなごどもはお揃いだぜ。さぞ三問得したことだろう。なぜ三問得なんだい？早起きは三問得ってんだよ。なぜ？知ったことか。おっさん聞きやがる。ねえ、あんたたちも初馬さん行くんでしょ？頭さ、初馬で太鼓叩かず、いろいろ行け。そうそう、昨日おとっつぁんがお稲荷さんだなの森で狐を何匹か見かけたそうだ。どこの稲荷だい？どこって真っ先稲荷だよ。太鼓叩き終わったら、とっつかねえに行こう。そりゃ面白そうだ。白子じゃあるめし。おわしろくんねえ。うまい！ねえ、あんただって狐を捕まえるっていうの？その通り。なんか文句があるのか？狐は神様のお使い、罰が当たるよ。てらねえからごめん。罰なんか当たるもんかい。ただ獣で。捕まえてどうすんのさ。まだ小狐だそうだ。だからよ、檻に入れて大人になるまで育てて毛皮に売るんだ。ひどい。みなさんおはよう。この子は今日から弟子入りするおこんさんよ。よろしくお願い申します。あ、あれ、おまきさん、おしさんは風邪だって奥で寝てるよ。どうせまた二日酔いさ。ちげえね。さあさあ、今日は私がおしさんの名代だよ。怠けていると言いつけるからね。おっさんから手習いが司会できるようにって。天神様よ、弁閣の神様、菅原の道種子、それに手習い造師に降りてほ。席はそこのおみっちゃんの隣を使っていいよ。はい。私はみつ、よろしくね。はい。今日は初馬なので手習いは昼までよ。おこんさんのお母さんがくれたかりんとうがあるの。みんなで食べなさいって。かりんとうだよ。食べるのはまだ早いよ。今日は清書き、上達してない子にはあげないそうよ。へえ、もう静かに。さあ、始め。
ってろ。おこんか。宿はどこだ。どこから越してきた。こいつ、この鉛の天神さんに似てねえか。いやー、似てる似てる。うり二つだ。こう、なんとか言えよ。黙ってるから。だまりの天神ね。だまりの天神、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 だまりの天神。ちょっといない、これさ、静かに押しよ。ベンジ、どこ見てんの？何のための見張りだ？だって、使えねえやつだな。いて。ところでベンジ、おめえんち、豆腐屋だよな。浅草で一番の豆腐屋だよ。そんなことはどうでもいい。油揚げがあるだろ。それを一枚、また来てくんな。どうすんのさ。マリナ金太郎だよ。狐を捕まえるのに使うのさ。あ、すみこぼした。大変。おじさんに叱られる。ごめんなさい。大丈夫。こうすれば。ほら、薄くなった。言ってやろう、言ってやろう。おじさんに言ってやろう。おう、亀助。あんたが昨日こぼしたそこ、言いつけるよ。ああ、それは…墓穴を掘った。言って。ああ、穴で思い出した。それでだな、その油揚げを狐の穴の前に置くのさ。でもって、おいでおいでと手を打てば、ヤコザ無効物、穴から出てきて食らいつく。そこをすかさすと、つかめるという算段さ。うまいうまい、妙案妙案。だから忘れんじゃねえぞ。はてな、油揚げだよ。おい、合点。お父さんってどこに住んでるの？足場町。それじゃあ真っ先稲荷の近くじゃないか。ちょうどいいね。今日私たちそこへ行くんだ。初マサよ。一緒に行かないか。でも楽しいよ。せっかく知り合えたの。ねえ、一緒においでよ。さあ、しっかり気を書きをしよう。はい。これだな。
ゃ本当にキツネが取れるの？あたぼうよ。キツネはブラギに目がないよ。それに今日は松井気分でキツネも移動するのさ。よし、それじゃあ行くぞ。いざ出陣。アリランアリランアリランリャン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 。ここは狐の穴の中だ。そんな、じゃあ俺たちどうなるんだ。
食われちゃうのかい。キツネの好物は油揚げと小飯とこの城だ。人間を食うなんて聞いたことはねえべ。じゃあ呪われて殺される。何してるんだ。キツネに化かされないまじないさ。眉毛を数えられると化かされるんだ。嘘をついてる。
亀助と二人きりで、そしたら変な音が聞こえてきて、気づいたら狐に囲まれていて、そうだ、おこんがいた。おこんさんが？おこんが狐の格好をしてた。おこんが狐だった。おこんさんいないね。いつからなの？文治と会うまでは確かに一緒だったけど、おまきさんに会った時はいなかったよ。そうか。おまきさん変だよ、夢に決まってるさ。でも二人が同じ夢を見るのも奇妙ね。それに、それに、それに今日おこんさんが筆を忘れて帰ってね、明日でもいいと思ったんだけど、おこんさんが住んでる住まいに行ったのさ。そしたら聞いてる裏棚に住んでなかった。仕方ない。あれ筆がない。確かに持っていたの。この葉、筆がこの葉に化けた。逆だよ、この葉が筆に化けていたのさ。じゃあおこんさんやっぱり狐だったんだ。あんたたち狐様に悪さするか。こんなことになったんだ、取りつかれなくてめくれもさ。きっとおこんさんが許してくれたんだ。おこんが？そうさ。二度とこんなことをするんじゃないよ。はい、もう二度としません。狐様もいじめません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。あれ、ケサランパサラ、あれが言ってた妖怪？うん、獣のケサ、妖怪じゃない。え、多分キツネのケよ。そうなんだ。じゃあ、あのカリンとは？そうね、馬の糞ってとこかな。ギュッギュッギュッ。おいらたち、たくさん食っちまった。おいらも欲張るから。マジで当たった。心配ない、馬の糞を食べたところでなんて答えないじゃん。おこんさん明日から来ないのかな。あたぼうさ、キツネだってバレたんだよ。もうとっくにどっかに引っ越したさ。どこへ行ったんだろう。寂しいね。せっかく仲良しになれたの。